ダーフィト・フリードリヒ・シュトラウスは、ドイツの神学者、哲学者。一般には、青年ヘーゲル派の代表的な人物として知られている。反神論的な見地から、聖書批判を試みた主張、イエスの生涯は、当時の神学者を侵犯させたほか、ヘーゲル学派の分裂や、現代の神学のあり方等多方面に影響を与えた。シュトゥットガルト近郊に生誕した。 小さい頃から、進学に、親しみ中便現大学に進学するも、ここの大学の哲学の教授に惹かれることがなかったが、フリードリッヒ・シュライエルマッハーの哲学に親しんだ。1830年には、聖職者のアシスタントになり、ついでマウルブロンの中東教育機関で、ヘブライ語とラテン語、歴史の教職の資格を得た。翌年には、シュライエルマッハーとヘーゲル哲学を聞くために、 ベルリンへ向かった。しかし、シュトラウスの到着と同じ時期に、ヘーゲルが死去したため、シュライエルマッハーの哲学を調講することとなる。シュライエルマッハーの姿勢が、後のイエスの生涯にも反映されることとなる。1832年には、補助教師として、大学の教壇に立つことができ、哲学教師として、成功を収めた。そして27歳にして、 センセーションを起こした大著、イエスの生涯を表す。神学者などの批評の中には、これはいわばユダの裏切りのような、我々にとって一番有害な本だという国評もあったように、シュトラウスはこの著で、キリスト教的な歴史主義を批判し、ヘーゲルの歴史哲学を発展させ、福音書の中における奇跡を否定し、これを神話として捉えてその史実性を否定し、また、 キリストをイエスという個人によってではなく、人類全体によって実現することによって、真のキリスト教のあり方を理解できると説いた。その後、この著に対する批判を答えるために、いくつかの答弁書を出し、進学者たちの不満を一応は抑えた。そして、2年後にキリスト教の教説を記した後、20年間進学の論断からは離れる。生涯において、 イエスの生涯に対する批判のため、大学の教職に就くことはできず、著述家として過ごすに止まった。晩年は、また進学に関する著作を再開。無神論者とまではならなかったが、進化論に立脚した反神論的な思想を展開し、当時の青年ヘーゲル派の哲学者には、もちろんのこと、実存主義の哲学にも間接的に影響を与えたと言える。また、 現在国内においては、イエスの生涯に対しての批判は、各種ヘーゲル関係の研究所のほか、ドイツの著名な哲学者の中には、ニーチェやシュバイツァーなどの研究において見ることができる。イエスの生涯の英訳が読めます。ありがとうございます。